本校岩沼研修センター航空保安大学校航空保安大学校は国土交通省の設置する省庁大学校。航空管制官等の航空保安職員の教育訓練を目的に設置されている同省の文教研修施設である。大阪府泉佐野市に本校宮城県岩沼市に岩沼研修センターを置く。略称は広報台、空保台、ASC。 1959年に開設された航空職員訓練所を前進とし、航空保安職員の教育訓練を行う。設置の根拠条文は国土交通省組織令第192条。高卒程度の航空保安、大学校学生採用試験によって採用される、航空情報科、航空電子科と大卒程度の航空管制官採用試験によって採用される、 航空管制管基礎研修課程の研修を主として行っている。いずれの採用試験も人事院が実施する国家公務員専門職試験である。これらの他にも現役航空保安職員の研修施設としても使用される。かつて本校は東京都大田区羽田空港に設置されていたが校舎、学生寮等の老朽化が進んだことに加え、 学校用地が東京国際空港の拡張整備に伴う再生理地区となっていたことから2008年4月に関西国際空港の対岸であるリンクタウンに移転した。これに伴い研修環境も大幅に改善された。航空管制官の要請は大卒程度の専修科と高卒程度の本科航空管制科で行われていたが、 本科航空管制課は2008年度を最後に募集を終了し2009年度をもって廃止された。そのため2009年度以降航空管制官となるには航空管制官採用試験に合格式礎研修過程を終了する進路のみとなった。本校岩沼研修センター運動場、定休場、体育館及び14階建ての学生寮を併設している。 本家は全寮制となっているほか、航空管制管基礎研修課程の研修生も任意で入寮することができる。また、航空保安業務に対する理解、関心の向上や航空保安職員死亡者数の拡大を目的としたオープンキャンパスが年2回実施されており、研修施設や寮などを見学することが可能である。かの鍵ねを超えて、 交流を深めるため体育大会や体育交流も実施されている。宮城県岩沼市に位置する岩沼研修センターでは、すでに現場に配属されている航空保安職員に対して高度な知識、技能を習得させるための研修を実施している。隣接する仙台空港は、東北地方としては比較的天候が良く広大な敷地を有しており、仙台空港内に 各種無線訓練施設を設置して、現場機関と同じように実験電波を発射可能である。校舎4棟、レーダー局舎、ナブ局舎、食堂、研修制用4棟、車庫、倉庫等からなる。学生、研修生は、全員、国家公務員採用試験に合格し採用された国家公務員の身分であり、一般行政職に準じた給与と書手当が支給される。 本家の修行年限は2年間、航空管制管基礎研修課程の研修期間は8、ヶ月まである。終了後は国土交通省の航空保安職員として、日本各地の空港や航空交通管制部などの航空管所に配属され、それぞれの配属先や岩沼研修センター等で、さらに研鑽を重ねて、スペシャリストの道を歩むことになる。投稿は、 国土交通省の施設等機関としての大学校であり、学校教育法上の大学ではなく、専門誌授与の要件を満たす専修学校にも当たらない。そのため、登校を修了しても学位や称号の取得はできない。また、大学改革支援、学位授与機構には、2年生省庁大学校、修了者に短期大学士や準学士を認定する制度もない。 ただし、投稿を終了した、本科学生は、人事院規則の法級規定上、短大二卒として扱われる。郵便番号598-0047大阪府、泉佐野市林空往来南3-11、郵便番号989-2421宮城県、岩沼市下津家号浅北長沼4、国土交通省組織令。い、e、株法令検索。法務省行政管理局。 2017年8月28日閲覧。ABCDEF 航空保安大学校平成27年度年次報告。航空保安大学校。2017年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月28日閲覧。航空管制化についての Q&A。航空保安大学校。 2018年10月19日閲覧。平成19年度年次報告書。人事院。2018年10月19日閲覧。ABQ&A。航空保安大学校。2018年10月19日閲覧。航空保安大学校岩沼研修センターパンフレット。航空保安大学校。2018年10月19日閲覧。 人事院、規則9から8、e g a 法令検索、総務省行政管理局、2017年8月28日閲覧、ありがとうございます。